エピソはメインでヴィンテージ家具、北欧のものが中心になるんですけども、そういったものを扱っているお店になります。エピソの名前の由来なんですけども、エピソードの、最後のドを取ったエピソという名前になってまして、まあ、思い出、それから物語ですね、そういったものをたくさん詰まったものを、取り扱いしていきたいという思いで付けさせていただいています。コンセプトは物語があるものと暮らすというコンセプトでやらせていただいています。やっぱり自然がたくさんある、それからゆったりした時間が流れているというところをすごく感じました。大きい都市から離れているというところもあって、まあ、独特の雰囲気と文化があるなというふうに感じています。その中で、じっくり一つのものづくりに取り組んでいける土壌があるなと感じていまして、長い歴史の中ですごく本質的に素晴らしいものを作っていらっしゃる企業さん、作り手さんが多いなという印象を持っています。僕の方では新しいお土産というテーマでセレクトさせていただきました。まあ、新しいというのはどういった部分かといいますと、それまで一つのことにずっと取り組んできた企業さんだったり作り手さんだったりが、そこで培った技術であったりとか哲学ですね、そういったものを少しずらした分野で生かしていくような、そういったずらしの目線で作っているようなプロダクトを中心に選定させていただきました。福井市の田島酒造さんというところが製造されているものなんですけども、まあ、お米からお酒ができるわけですけども、その成分を使って石鹸であったり化粧水であったりっていうものを開発されているんですけども、お酒という分野から少しずらした視点で、美容にいい酒粕を使った製品作りをしているというのがとても素晴らしいなと思いました。アフターグローチョコレートさんは敦賀市の鍛造職人さんが作られているチョコレートなんですけども、まあ、一見その金属とチョコレートって全く関係ないように思えるんですけども、自然の素材の魅力を最大限に引き出すという点ではすごく共通点があるなと思いましたし、ものづくりの方の参考になるような一例ではないかなと思います。こちらは福井のグッドモーニングさんというデザイン事務所の製品なんですけども、ライトフォースさんっていう企業さんの特殊な反射材が印刷技術として使われてまして、先進技術、それから昔からあるもの、それをデザインの力で融合していくっていう、まあ、その辺がお土産市場としても取り組みとしてはすごく面白い方向性かなというふうに思ってます。グループロテクさんが取り組まれている土壌の養殖、それからそれを唐揚げなどにするという事業ですね、土木業であります企業さんが飲食業界に進出するという点もまた面白いなと思いましたし、その中でご自身の技術を生かした休耕田を造成して養殖場にするという、その発想もまた非常にものづくりとして面白いなというふうに感じました。サバエの六郎社さんが展開されていますソーというアクセサリーのシリーズなんですけども、こちらは木工所の塗装ブースで、塗装をするたびに堆積していく塗料の塊を切り出して作っている品物になります。普通であればそういった、塗料の塊はもう捨てるしかないというような不要物なんですけども、そこにもう一度価値を見出して非常に美しいプロダクトを作っている、まさに六郎社さんの価値を再定義するというような取り組みとしてとても面白い品物じゃないかなというふうに思います。やっぱり少し視点をずらすことでまた新しい品物だったり価値が生まれるっていう部分が非常に面白いなと思っていまして、一見自分ではできないというようなことも、もしかしたら少し目線を変えてあげることで何か新しい形として実現可能になるというような例がたくさんあるというふうに感じています。そういったところを、企業さんの努力であったりとか、じゃあ自分たちでも何かできないかとか、
そういった部分を気づきのきっかけにしていただけたらすごく嬉しいなというふうに思っています。